私の場合は夢は今この場でも叶った。毎日毎日夢叶った。瞬時瞬時夢叶った。瞬時瞬時今幸せです。瞬時瞬時豊か。だってみんな友達と思ったらみんな豊か。ただ皆さんね、帰ったら通帳もあるだろうし、お金もあるんですよ。で、それを、ね、財産と別に私取るわけじゃない。でみんな家族が財産持ってたら嬉しいでしょ。豊かになるでしょ。それと同じ。私みんな皆さんを家族と思えばいい。そしたらこの場で豊かになるし、この場で幸せになるし。世界中の人全部友人と思えば。もう私はもう10人、ね、世界中の人はみんな財産を持ってるし。全部、その瞬間から豊かになる。時間はいらないわけ。幸せもそう。幸せも時間はいらない。幸せを求めて3年間頑張る。じゃあ3年間不幸だって言ってるのと同じなんですよ。だから、ね、瞬間瞬間、今この瞬間、今最高だと。私は今でもそう思ってやってる。今が最高。どんな状況が来ても、その状況が最高なの。私は体が倒れてる不自由ですけど、全然これが最高です。何の問題もない。まあそういうことです。私はこれが一番合理的だと。合理的な生き方だと。で、頑張るって言って人に喜ばれることがある。その喜びは自分の喜びだったら、頑張ってるっていうより喜びをやってるっていうことだ。自分の能力も高まって人に喜ばれて、それが毎回毎回そうなってくる。だから、何かを得なければ、それが目標をしてそれを得なければならないって、仕事ならそれでいいんです。生命の場合は違う。命の場合は違う。今ね、億万長者になれる。今ね、100万人の友人が作れる。あなたが友人と思えばいいだけ。その方がいいでしょ。出会う人、みんなもう友人。今日会ったら友人。それでいいじゃないですか。何の問題もない。相手も嫌な顔しない。時間をね、3年かかって友人になるの。不合理ですよね。そういうことです。